阪神電車の駅に置いてある沿線情報誌ホット阪神、こちらの人気コーナー駅前テクテク散歩に掲載されているお店やスポットを紹介する番組です。今月は元町駅周辺をご紹介するんですけれども、何か書いてある、ある新しいニュー、ということは新しい出会いや情報が待っているということですかね。それでは新を求めて早速駅前テクテク散歩してみましょう。阪神電車に揺られいつもは通り過ぎる駅で途中下車、阪神電車おすすめ駅前テクテク散歩。最初にご紹介するのは元町駅から南に徒歩およそ5分、100を超える店舗が軒を連ね、異国情緒あふれる神戸の観光スポット南京町です。お、なんか新しい、ありそうですよね。ちょっと覗いてみましょうか。こんにちは。こんにちは。南京町の新しいニューを求めて来たんですけれども、はい、何かこう新しいものありますか？ニューと言ったらたくさんたくさんあります。はい。とにかく旬のものが、うん、たくさん扱うっていうのはうちの出身なんです。はい。はい、ですからとりあえずおすすめしたいのはこちら、今何といってもすごく旬、ちいかわ、ちいかわというキャラクターなんです。セラ服着てる神戸限定のちいかわ、一番人気なんです。やっぱり、はい、だって見たことないもん。、はい、めっちゃかわいい、はい、ニュー、まだまだこちらのお店そうした売れ筋旬のものいっぱいありそうですよね。はい。じゃあ次おすすめしたいのは、はい、こちらの起き上がりパンダというですね。これもかわいい。しかもこの帽子かぶってるやつが男の子ということで、うん、はい、この鼻ついてるのは女の子っていうんですね。あ、はい、本当だ。そうですね、よく男の子と女の子こういう風に飾ってるのは縁起がいいんですよ。わ、ちょっと南京町のひな祭りみたいな。かわいい。神戸のお土産は何でも揃うお店だけあって、おっ、はい、これ何ですか？ドットサングラスというものですね。はい、よく今TikTok とかインターネットでよく流行ってるんですよ。うんうん、だから学生さんいっぱい来てここで買って、これもで、はい、一緒につけて、ほぼ全員買うんです。ですぐみんなで記念撮影できますもんね。そうですそうです。じゃあ張さんちょっと一緒にかけて、いいですか、最後ドヤ顔で決めましょうよ。うわ、元町の新しい、よろしく。次は元町駅から北に徒歩およそ4分、大阪で人気の中華料理店出身のシェフが手掛ける本格中華百味大中さんです。今日は新しいを求めてお散歩してるんですけれども、もしかしてこちらのお店新しくできたお店ですか？うん、新しいです。去年の10月16日オープンしました。あー、オープンしたって新しいんですね。主人は前は大阪で、はい、OK の人気の中華料理屋さん、はい、料理長としてしました。はい、おすすめのメニューってありますか？はい、ヘルはヤムチャランチ、はい、電子は全部手作りです。いろいろ出してます。はい、1380円です。リーズナブル。はい、はい、で夜は、夜はいろいろありますですけど、多分別の中華料理屋さんあまり食べられないの、うん、百味大中特製肉団子、大きいの肉団子、ふわふわで、スープも美味しい。この百味大中どんなお店にしていきたいですか？ようやく生になって、主人はいつも美味しい中華料理、丁寧な中華料理作りたいです。こちらが噂のお昼1時以降だけ召し上がっていただける限定ヤムチャセットです。すごい、私たちが中華料理屋さんに行って食べたいなと思うものが全部全部入っているんですよ。なんといってもこちらですよね、手作り点心3種。うん、海鮮からいただこうかな。いただきます。具がいっぱい、もう持っただけで重くってもちもちしてます。いただきます。
入れすぎた。皆さん、もしかすると中華料理ってちょっとコテコテして苦手っていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、印象が変わる。皆さん、百味大中に来てください。お待ちしております。よろしくお願いします。最後にご紹介するのは、元町駅から北東へ徒歩およそ12分、体験型観光スポットとして開館25周年を迎えた北野工房の町です。私も何度も訪れたことがあります。こちら元小学校をリノベーションして作られた北野工房の町、25周年を迎えるということで、それにあたって新しい企画などあるんでしょうか。そうですね、はい、やっぱり元小学校というところで、子どもたちが楽しめたらなという企画と、7月11日が誕生日なんですけども、はい、7月に来館者の2000万人っていう到達が多分7月になるだろうということで、合わせて企画をいろいろ考えております。すべてはここではお伝えできないんですけれども、はい、楽しみですね。そうですね、3階行動はね、はい、そこで子どもたちが楽しめるっていうのをちょっと考えてますので、来ていただけたらなというのは思ってます。で、観光客の方だけではなくて、黒板を拝見すると地元の方も楽しめるような教室も運営されてるんですね。この部屋は地域の方と私どもで、運営してるんですけれども、営利団体ではないので、地域の子どもたちにそろばんとか英語とか書道とかをですね、できるだけリーズナブルで勉強していただく場にしています。最後にでは PR をお願いします。そうですね、先ほども申し上げました通り、こちらは体験型観光スポットということで、手作り体験、結局、体験の種類というのは60種類以上ありますので、1000円からできますので、もう3歳から、作れる体験もありますので、親御さんと一緒でしたらどんどん来ていただきたいと。駐車場も完備してますので、ぜひ来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。改めまして25周年おめでとうございます。新しい取り組み期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。今回は古き良き文化と異国情緒漂う元町駅周辺をテクテクしてきました。今日ご紹介しましたお店やスポットは阪神電車の沿線情報誌ホット阪神5月号にも掲載されています。さあ、皆さんもホット阪神を片手にテクテクお散歩してみませんか。阪神電車では阪神沿線を巡りながら暗号やパズルを解き明かす関西最大級の謎解きイベント謎解きっぷ2023を開催中です。詳しくは特設ホームページをご覧ください。プレゼントのお知らせです。 JCB ギフト券3000円分と阪神電車のオリジナルグッズの詰め合わせをセットにしてお一人の方にお送りいたします。